ゲイリー・シニーズは映画俳優。アメリカ合衆国入りの異衆生まれ。父方の祖父母はイタリア系。ティーンエージャーの頃から舞台に立っており、後にシカゴで友人らと共にステッペンウルフシアターカンパニーを旗揚げした。映画舞台役者として、また舞台演出家として活躍した後、マイルズ・フロム・ホームで映画監督としてデビュー。 カンヌ国際映画サイングランプリにノミネートされるなどを高い評価を得た。2004年からはテレビドラマ CSI ニューヨークに主演している。また、ロナルド・レーガン大統領図書館の案内ビデオのホストを務めている。負傷体駅軍人へのチャリティー活動を実施しており、居住する家を用意したり、ジープ2台のカスタマイズをガスモンキーに依頼して売却しするなど、 チャリティー活動を実施している。その2台のジープの落札は30万ドルにもなった。ミュージシャンとして活動もしており、2003年から作曲家のキモ・ウィリアムズらとルーテナント・ダンバンドというバンドでベースを弾いている。学生時代からの付き合いである女優のモイラ・ハリスと1981年に結婚し、3人の子供がいる。ありがとうございます。